はい、えーユーネアさん、どうもです。かぶさん、火曜日は低気圧が発達して、また天気が荒れるらしいですよ。なかなか春が来ないですね。えー、結局、いつも通りな桜の開花になりそうですね。でも、4月に桜が咲いている方がいい感じです。うん。えー、ベルギーの桜はどうなってますか、えー、それからサッカーの日本代表は、北朝鮮との試合の扱いは、日本の3-0の不戦勝になるみたいですね。 良かったですねっていう。えー、え何ってことは勝ったってこと不戦勝ってどういうこと不戦勝っていうのがあるんですね。はい。うん。よか,よかったんだけど、ちょっと不思議な気がします。えー、ベルギーはね、もう桜満開ですよ。満開ですよ。ただ、染吉ヨはちょっとわかんないですね。あの、八重咲きの桜も咲いてるんで、結構施節がベルギーの方が早いですね。春勝ってますね。うん。 株ブさん、日本でも、はしかが流行ってるみたいですよ。世界でも流行してるそうです。ベルギーはどうですか株ブさんも気をつけてくださいね。それと、昨日は岐阜で震度4の地震があったみたいです。地震もなかなか止まらないですね。なんとかしてほしいですね。うん、地震が本当に多いね。うん、はしかはこれ流行ってるっぽいですね。こちらはね、はしかはあんま聞かないですね。てか、はしかってフランス語で何て言うんだろう。 ちょっとわかんないですけどね。とこずらりも流行ってるし、あと、溶連金についてもなんか流行ってるっぽいんで、ちょっと心配ですね。うん。最近旅行客が多いからかな。うん。なんだろう。ハニープーさん、よろしくお願いいたします。日本は素晴らしい国だと日本を持ち上げることは外国人差別に当たるという、えなるほどううえ、戦士紛争史研究家、山崎。 サバンが発言しました。地獄に誇りを持って地獄を素晴らしいと言って何が問題のあるのか <laughs> どういうこと <laughs>、えー、素晴らしいものを素晴らしいというと他のものを差別したということになるというのは飛躍しすぎですよね。ちょ,ちょっと意味がわかんないですね。ということもう本当に日本人差別が広くて生んだりします。う え <laughs> 意味が分かんないです。ということ日本は素晴らしい国だと日本を持ち上げることは、外国人差別に当たるへえ、そういう風におっしゃる方いるんですね。なぜなんだ、一体。ちょっと、不思議ですね。うん。この方は何、何を、何が発言したいんでしょう何を発言したのかな。うん。ちょっと分かんなかった。ごめんなさい。ね。 あのー、この山崎さんという方、ね。うん。ちょっともうちょっと補足説明欲しいですね。どういうことなんでしょうか。うん。はい。不思議でした。あ不思議でしたね。日本は素晴らしい国だとか、日本、日本のね、素晴らしいものを素晴らしいっていうと、外国人差別に当たるって何も言えなくなっちゃいますね。はい。<laughs> 何も言えなくなっちゃいますよね。うん。そんなんの差別って言ったらどう、<laughs> 何な,な,なんだっていうい。不思議ですね。うん。うん。ちょっと不思議でした。えー、ジュゲムさん、お疲れ君、お疲れ様です。ちょっとこの場をお借りして、えー、レモンミカん様、大切なお家族のご成長にお悔やみ申し上げます。お母様がですね、えー、丹精込めた推薦に音楽そうん、心残りな,心残りなく、えー、お彼岸までお見送りをすることができることは、羨ましく感じます。 私が嫁に来た30年前は田舎なんで、総理は自宅で取り行いました。えー、集落の中で4班に分かれて、えー、そのうちの2班が総出で手伝います。えー、お三度ってんでしょうかね。お食事はお手伝いの者のが作るので、台所は空き渡しました。敷き足りが全ての、えー、昔懐かしいやり方ですね、えー。これはこれでよかったんですが。なるほど。うん。そういう。 どういうことなんだ集落でヨハンに分かれてる。うん。はい、ということで。うん、はい、ありがとうございました。